皆さんこんばんは、今日も神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。今日はですね、まずデーゲームで広島中日が行われまして、これはですね、森下が完投3対1でカープがドラゴンズを破ったということで、このナイトゲームタイガースがですね、もしヤクルトに負けることがあると昨日ついたマジック18がまた消滅するというようなことにもなるということだったんですが、今日はタイガースは青柳、そしてスワローズはピーターズの先発ということになりました。まあ、昨日ちょっとお話ししておりました、まあ、ある程度点を取られることを覚悟で、やっていかないといけないということでね、まあ、ピーターズをどう打ち崩すのか、ここが一つポイントかなと思っておりましたけれども、本当に集中打で、1イニングで一気に点を取ったというね、そういうゲームになりました。ご覧いただきます。はい、ピーターズはですね、初回2回三者凡退ですね、もうすごくいい立ち上がりをしたなというところだったんですね。そして1回の裏に、まず竹岡がヒットで出て送った後、ツーアウト後に村上がですね、これ甘い球でしたね、ツーボールからのカットボール、真ん中あたりでしたね、ライトスタンドにツーランホームラン、青柳がやっぱり安定しないなっていうのが初回から ありましたね。2回両投手ともに三者凡退できて、3回の表ピーターズね、非常に良かったのにこの3回ガラッと変わりましたね。まず先頭の坂本がレフト前のヒット、そして小幡ピッチャーゴロで、ランナーが入れ替わってワンアウト、それをピッチャーが送って、ツーアウト2塁、もうツーアウト2塁ですから、ここで抑えるか打たれるかというところだったんですが、こういう場面での近本は素晴らしいですね。変化球をライトへタイムリーヒット、まず1点返しましたね。こっから問題のピーターズのピッチングが始まりましたね。中野に対してフォアボールです。勝負しないといけない場面でしたね。ここを歩かした、これで 1,2 塁になった。そして小野寺、追い込まれた後粘りました。そしてフルカウントからもファウルファウル、粘った後にインサイドのカット系の球、これも、まあ、詰まらされたような当たりだったんですが、飛んだところが良かったですね。ライト、セカンド、ファーストの間、ライト線にポトンと落ちる、まあ、三塁打になりましたね。打球が弱かったのもあって、結局近本、中野2人とも生還して逆転、3点取りましたね。これで終わるのかなと思ったんですが、また大山にフォアボールです。これで 1,3 塁、そして佐藤輝明がボール直撃のスリーランホームランで、気がつけばですね、ツーアウトから、6得点したというね、これはすごい集中打だったなと思いますね。まあ、ピーターズどうしたんだろうっていうぐらい、急に変わりましたけれども、やはりこうやってもう一度振り返ってみますとですね、無駄なフォアボール、これがすごく効いてます。中野へのフォアボール、そして大山へのフォアボール、このフォアボール出したランナーはですね、みんなホームに生還したということで、やっぱりフォアボールの怖さね、今年のタイガースが得点力が上がった一つの大きな要因、これはやっぱりフォアボールの多さだというものをですね、今日は改めて感じたゲームになってるなということになりますね。はい、まあ、気がつけば、タイガースが取った点はこの3回の6点だけなんですよね。1回2回三者凡退、そして6点取って4回5回三者凡退、6回はちょっとチャンスがありましたけれども点にならず、そして7回9回と三者凡退、ね、9イニングのうちの6イニングは三者凡退なんですよね。ランナーが出たのは3イニングしかなかったっていうね、まあ、点が入ったのはこの3回だけと、まあ、でもこれが6点だったということで、まあ、勝ちにつながっていくということになりますね。青柳、6点取ってもらって、さあその後ピリッとしてくれるかなと思ったんですが、4回の裏、1点取られます。先頭の村上にポテンヒットでした、レフト線の方へね、2塁打、そして、サンタナは見逃しの三振、長岡にデッドボール、変化球が引っかかりましたね、お尻に当ててしまいました。1、2塁、そして内山ライトフライで2アウトまで来たんですが、丸山にセンター前のヒットで1点取られたと、6対3、ね、こういうことになっております。そして、5回もヒット、フォアボールがありました。そして、6回もワンアウトから内山に、レフトオーバーの2塁打、
を打たれて、8番丸山は空振りの三振で2アウト2塁というところまで行ったんですけれども、ここでですね、スワローズが代打の切り札川端を持ってきました。そこでですね、岡田監督、2番手ピッチャー島本を持ってきましたね。まあ、ここで1点でも取られるのが嫌だ、流れからするとですね、この点の取られ方は非常に嫌だというところで、岡田監督からするとですね、もう青柳の続投よりはもう島本でなんとか、この川端を抑えようということで、変えたと思いますね。川端にワンワンからセカンドゴロで、結局この回はゼロに抑えたということになりました。そして、7回は桐敷、今日は頭からでしたので、桐敷のペースで投げられましたね。昨日はね、満塁からポンと行きましたので、ああいう場面の桐敷はちょっと辛いですよね。今日は頭から行って、1番から始まるところを三振、ショートゴロ、もう本当に危なげのないピッチングで、きっちりと9球で抑えたという内容でした。そして、8回、頭から今度もう一度、岩貞持ってきましたね。昨日ちょっと内容が悪い岩貞をもう一度今日も使ったんですが、今日も悪かったですね。先頭の村上にフォアボール、これまだ3点リードしている場面なんですよね。ここでもし村上に一発打たれてもいいじゃないか、そんなに一発っていうのは出るもんじゃないんですよね。そうやって考えたらガンガン向かっていってもいいなっていうところだったんですが、結局フォアボール。サンタナにもですね、いい当たりのショートライナー、そして長岡にはですね、ライト線二塁打、これでもうダメだということで、5番手ですね、石井を持ってきたんですけれども、ここはですね、石井も先頭内山にレフト前、これはうまく打たれましたね。落ちる球、見逃したらボールだったと思いますけれども、これは内山のバッティングが非常に良かったと思います。そして代打の青木が出てきて、犠牲フライということで、2点、8回の裏に取られて1点差まで来られましたね。はい、まあその後はなんとかしのぎました。この8回の最後のバッター浜田にはですね、最後インローのまっすぐズバッといったこの球はですね、素晴らしい球でしたね。そして9回、岩崎が出てきてですね、まず先頭打者の代打の松本のピッチャー方向に飛んだ打球だったんですが、これ左手で取りに行きましたね。これ左手親指付け根のあたりに僕はボール当たったというふうに見ましたけれども、まあ詰まった当たりだったのでそこまで大事に至らずには済みましたけれども、ちょっと怖いプレーがありました。そしてピッチャーに当たったボールはですね、セカンド前に転がって、セカンドゴロでワンアウト、そしてオスナをセカンドゴロツーアウト、最後のバッター村上はですね、インサイドからのスライダー、これ見逃しの三振でゲームセットということになりました。はい、勝ちが青柳ですね、7勝目がつきました。まあフラフラ気味ですけれども勝ちはつくというね、今青柳本当ちょっと勝ち運には恵まれてるなと思いますね。負けがピータース、この3回どうしたんでしょうっていうぐらい一気に変わりましたね。そして、昨日に引き続き西武岩崎28個目ですね、これもうトップに近くなりましたね。今3位ですかね。はい、そういうところです。ホームランはタイガース佐藤16号スリーラン、これは非常に効きました。そして、村上25号先制ツーラン、初回でしたね。はい、こういうところです。そして、今日の MVP なんですが、今日はですね、MVP 佐藤輝明選手にしました。やはりあの場面、3点で終わってればですね、今日のゲームはもう全然わからない、青柳がまだね、不安定な内容でしたので、そこで、スリーランがガツンと出たことによってですね、非常にタイガースがその後のゲームをしやすくなったというところで、佐藤輝明選手を MVP に選ばせていただきました。はい、こんなゲームです。今日のゲームを見ておりまして、まず、予想通りというふうに、なってしまいますかね。ちょうど昨日この YouTube の中で、明日もある程度点は取られながらのゲームになると思いますという話をしました。やっぱり取られましたね。やっぱ青柳のピッチング内容がですね、なかなか安定しないんですよね。ここ5試合をちょっと振り返ってみますと、今日が5回3分の2で3失点、その前のゲームもですね5回3分の2で3失点、
その前が5回で1失点。これがまあ一番失点数としては少なかったんですが、その前のゲームも5回で3失点、そして6回で3失点。で、もう何よりもですね、もう6回までに変わってしまうっていう青柳がですね、寂しいんですよね。やっぱ去年の最多勝、2年続けてね、素晴らしいピッチング内容を誇ったピッチャーだけに、まあ、去年おととしの疲れ、そういうものがあるっていうのは、まあ、当然感じておりますけれども、まあ、青柳投手ならですね、もうちょっとなんとかならないかなっていうふうにどうしても見てしまうんですよね。もう期待値が高いので、勝ち投手になってもやっぱりその内容をしっかり見たいなということになるんですが、やっぱり去年おととしと一番大きな違いは細かなコントロールですね。去年おととしはやっぱり、狙ったところに来る確率が非常に高かった、今年はですねちょっとやっぱり狙ったところから外れる球が多い、まあ、これに、まあ、尽きるんじゃないのかなという気がしますね。ここをちょっと修正できれば一気に青柳の良さっていうのは出ると思いますけれども、これで、今日カープは勝ちましたけれども、タイガースが自力で、マジックを1つ減らして17、これはもう本当に現実的になってきましたね。こうなるとですね、クライマックス、そういうものももうちょっとしたら考えていきたいなということになるんですけれども、まあ、村上がまあベストピッチャーですね、今のところタイガースの。そしてその後大竹と伊藤、まあ、伊藤の方が今安定してますかね。大竹はちょっと、疲れが出てきてるかな。一時のあのコントロール、抜群なコントロールっていうところまではいかない、甘くいく球がちょっと増えてます。まあ、この3人はでも確定ですよね。その後に来るのが、まあ、西勇輝がちょっと良くなってきましたからね。西勇輝、これはもう戦力になると思いますね。そして青柳が5番手候補でしょうけれども、そこに才木あるいは西純也、この辺りの調子が上がってくればですね、入ってくるかもしれないなという気がしますね。まあ、先発ピッチャーが多くなれば、その中の1人ぐらいはまた中で投げるというようなポジションになっていくんだと思います。まあ、ゲームの内容、これも非常に大事ですけれども、勝つか負けるか、やっぱりどうやって勝ちゲームを作れるかっていうところで、まあ、今日はやっぱり僕は一つのポイントは青柳の替え時だったと思いますね。あそこの川端が出たところでもう躊躇なく島本を持ってきた、このピッチャー交代がゲームを作ったなという気がします。そして、岩貞の使い方、ちょっとね、昨日今日の内容を見てるとそんな急に良くなるとは思えないわけですよね。ちょっとリフレッシュしてまた見たいということになるんじゃないでしょうかね。まあ、明日は多分投げないと思います。そして、月曜日が空くということで、まあ、2日は空きますけれども、もう少し、長い、休養があった方がいいのかなっていうような感じのピッチング内容でしたね。はい、ということで、今日のゲームは阪神タイガースがヤクルトスワローズに6-5、佐藤輝明のスリーラン、そして小野寺の粘りですね。気持ちがなんかこもったようなポテンヒット三塁打、これが非常に効いたなというゲームになりました。もう3回に一気に6点を取って、その6点をなんとか守り切ったというゲームになりました。以上です。